それでは質疑応答を始めさせていただきます。伊藤七段に質問のある方は挙手をお願いいたします。当てられた方は社名・氏名を名乗ってからご質問をお願いします。中日新聞の大山と申します。本日はよろしくお願いいたします。藤井八冠との、大統領選は昨年の、秋の竜王戦、先日終わった棋王戦に続いて短い間で、3回目ということになります。これまで2回の、大統領選で改めて感じられた藤井八冠の強さでありますとか、あるいはそれを踏まえた上で今回の予選どんなふうに戦いたいかという抱負を教えてください。はい、そうですね、昨年度竜王戦棋王戦と、藤井叡王とこう番勝負で対戦して、そうですね、結構中盤の、難しい局面での精度、指し手の精度でかなり上回られてしまったかなという、印象があるので、そうですね、今回のシリーズでは、なんとかそうですね、そこで、こちらの指し手の精度も上げていかないといけないのかなと思っております。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、朝日新聞の杉村と申します。よろしくお願いします。2回のタイトル戦を経て制度を上げていきたいという今のお話でした。昨年竜王戦、棋王戦と今回気持ちの面で、何かご自身変化であったりですとか違う面というのはありますか。そうですね、そうですね、前の2つの番勝負の時は、やっぱりタイトル獲得というところに、期する思いというのが、強かったんですけど、今回はそうですね、純粋にこう、良い将棋を、お見せできるようにといった思いの方が強いのかなと感じています。ありがとうございます。そうしますと、その一生にかける思いというところよりも中身いい将棋をというような思いの方がお強いということでしょうか。そうですね、やはり過去の2つの番勝負ではあまり好接戦にできていないという印象ですので、そうですね、こう自分がもっと精度を上げてこう熱戦をお見せしないといけないなというふうに感じています。ありがとうございました。もう一点すみません、今回のタイトル戦にあたって、こういうテーマを持ってここに重点本当準備されてきたという点がもしあれば教えていただきたいんですけれど、そうですね、前回の棋王戦で、藤井叡王と対戦してみて、藤井叡王の方も、割とこう作戦の幅を広げられているのかなという印象も受けましたので、そうですね、今回は自分もそういったところを踏まえて、幅広く、考えていきたいなと思っています。ありがとうございます。いらっしゃいますでしょうか。日刊スポーツの松浦と申します。よろしくお願いします。前回棋王戦が終わった時に、中盤戦でどうしてもちょっとバランスを崩してしまうのが課題だっていうのをおっしゃっていたと思うんですけれども、それを克服するためにこの3週間ですね、何か具体的にされたことって言える範囲であって教えていただけますでしょうか。
まあ、そうですね、まあ、こう過去の、まあ、藤井叡王との、まあ、対局を振り返って、まあ、そうですね、まあ、やっぱりこう中盤戦のあたりのこう局面を、まあ、より深くこう重点的に、まあ、振り返るということは、はい、していました。あのこちらの両手のカモメさんの方は伊藤さんは初めてですか、来られるのは。あ、そうですね、はい、初めてになります。あの名古屋でたくさんの料理の方、あの名物があるんですけれども、何かこれ食べてみたいなっていうのは、何か下調べとかするんで、はい、そうですね、まあ、そうですね、こちらのカモメさんに訪れるのは初めてなんですけど、まあ、ただ過去に何回か、まあ、タイトル戦でも開催された場所ですし、まあ、そうですね、そういった時の、まあ、こう、まあ、昼食のメニューなども、まあ、そうですね、事前に目を通しておきました。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。です。よろしくお願いいたします。まあ、今年度は叡王戦あの初めての番勝負という、今年度の初めての番勝負というところで、まあ、昨年度はあの初めてタイトル戦出場から躍進の一年だと思いますけれども、今年度改めて目標があれば教えてください。そうですね、まあ、昨年度は、まあ、自分の予想以上にこう活躍できた1年だったと思うんですけど、うん、まあ、やはりそうですね、今年度は、うん、まあ、こうそれ以上の活躍をできたらというふうには思っています。すいません、もう1点、あの先ほどあの一生というよりは将棋の内容でという話が出ていましたけれども、まあ、その上ですね、あえて、タイトル戦での一生っていうのは自分の中ではどのような思いがありますでしょうか。そうですね、まあ、タイトル戦ですと、まあ、現状こう相手が藤井叡王ということには、まあ、毎回なっていて、そうですね、まあ、その藤井叡王から、まあ、一生を浴びるというのは、まあ、ものすごく、まあ、大変なことだなというのは、まあ、本当にそうですね、まあ、2回タイトル戦で対戦していて、まあ、本当に実感したところです。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。スポーツ日本伝えです。よろしくお願いします。まあ、棋王戦の第4局終わられてから、まあ、対局とかも、まあったかと思うんですけど、まあ、プライベートも含めてどういうような、まあ、時間の過ごし方を、まあ、研究も含めてどういうような時間の過ごし方をされてきたのか教えてもらいたいと思います。はい、そうですね、まあ、叡王戦の挑戦が決まってから、まあ、1局目まで比較的期間が短かったんですけど、まあ、ただ自分自身、まあ、あまり対局は多くなかったので、うん、まあ、今回の総選叡王戦に向けての準備に集中することができたのかなと思います。すみません、じゃあ特に将棋以外の時間とかっていうものはお作りには大丈夫ですか。そうです。
ですね、まあ、将棋以外ですと、まあ、こうプロ野球が開幕したので、まあはい、まあ、そちらは、はい、注目して見ています。それでは、質問はあとお一人までとさせていただきます。どなたがいらっしゃいますか。ありがとうございます。あの中日新聞の加藤ですけれども、ちょっと振っていただいたんですいません。今シーズン出足どういうふうにいくでしょうか。いただいたでしょうか。はい、そうですね、まあ、今年はそうですね、まあ、例年よりもまあ期待できるのかなと個人的には、はい、見ています。ありがとうございます。ありがとうございました。以上をもちまして伊藤七段の前日会見を終了とさせていただきます。伊藤七段お疲れ様でした。